今日は今年度の一般会計補正予算などを決定する鳥取市議会の臨時会が開かれ、妻に暴行を加え怪我を負わせたとして去年12月に罰金の略式命令を受けた雲坂守議員も出席しました。事件発覚後、病気療養のためとして12月定例会に続き2月定例会も欠席していた雲坂議員、去年12月の全員協議会で出席した議員に対し謝罪と議員を続ける意向を示した後は市民への説明を拒んできました。そして今日も一言、今後のお話をお伺いできませんか。一言お答えいただけませんか。雲坂議員が立ち止まることはありませんでした。なお、鳥取市議会は雲坂議員に対する辞職勧告決議案を去年12月に可決しています。